はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は期戦速報7月29日版をやらせていただきます。まずはじめに本日行われております竜王戦挑戦者決定3番勝負第1局佐々木勇気八段対広瀬九段戦は、佐々木勇気八段が現在評価値でいうと約 80% ほど優勢となっております。本日勝てば勇気八段あと1勝で竜王挑戦となりますが、果たしてどうなるか注目です。7月30、31日火曜日、水曜日はいよいよ王位戦第3局藤井七冠の先手番で行われます。で、藤井七冠今期10勝5敗6割6分6厘7年連続勝率8割を超えている藤井七冠からすると、いや物足りない成績かもしれませんが、ここから上げていけるかどうか注目ですね。まあ、6割6分6厘でも本当に相手考えると十分すぎる数字ですが、だから8年連続勝率8割いけるかどうか注目しております。そしていよいよ8月3日土曜日にアベマ決勝トーナメントが組まれました。こちらですね、アベマ決勝トーナメントチーム藤井対チーム渡辺明の対戦となります。果たして藤井七冠、そして羽生九段、さらに青嶋六段というドリームチームチーム渡辺に勝てるかどうか注目ですね。そしてもしそこで勝ちますと、次は8月31日以降という形になっていきます。続きまして、8月から9月頃に NHK 杯戦トーナメント西山女流対藤井七冠の初めての公式戦が行われるということで、こちらも本当に楽しみですね。8月19、20月曜日、火曜日王位戦第4局27、28火曜日、水曜日王位戦第5局現在1勝1敗のため王位戦第5局までは開催されることが決まっています。そして9月4日からいよいよ永瀬九段のリベンジマッチを受ける王位戦第1局、王位戦は9月4日、9月18日、そして9月30日という日程になっております。その間に9月21日土曜日 JT 杯、こちら佐々木大地七段が勝ちましたので藤井七冠対佐々木大地七段戦となりました。ということで続きまして、10月の日程もご覧いただきたいと思います。こちら逆ですが、10月5日6日竜王戦第1局いよいよ開幕です。そしてその3日後に王座戦第4局、というところで、そして10月19、20で竜王戦第2局25、26で竜王戦第3局ということで、第1局から第3局までは比較的短いスパンで行われると、そういった形です。そして11月20日もし佐々木大地七段に勝っていれば JT 杯準決勝、11月24日 JT 杯決勝となります。 JT 杯の組み合わせはご覧のようになっています。藤井七冠は佐々木大地七段との対局で、それに勝てば広瀬九段対丸山九段戦の勝者と対戦しまして、そこで勝てばいよいよ決勝進出と、そういう形になります。丸山九段には銀河戦の決勝で敗れておりますが、果たして借りを返す時が来るかどうか注目ですね。ということで続きまして、西山女流の対局日いよいよ決まりました。西山女流見事な成績を収めまして、プロ編入試験受験資格獲得となりましたが、対局日まず高橋四段戦が9月、山川四段戦が10月、上野新人王戦が11月、宮島四段戦が12月、増木四段戦が1月となっております。この対局の5つのうち3つ勝てば晴れて女性初のプロという形になりますが、やはり上野新人王が本当に強いので、まあ、なんとか高橋四段と山川四段、まあ、なんとか1勝1敗以上でいかないと、ちょっとやっぱり3人目がかなり厳しいかなと、そんな感じもいたしますが、果たしてどうなっていくか注目ですね。ぜひ西山女流、プロになってほしいなと願っております。続きましてこちらでございます。 A 級順位戦ご覧いただきたいと思います。天彦九段が現在2勝0敗、佐々木八段、中村八段、増田八段が1勝0敗となっています。増田八段対中村八段戦は勝者が2連勝となります。そして永瀬九段、千田八段、豊島九段、渡辺九段、稲葉八段は0勝1敗、菅谷八段は0勝2敗、かなり苦しいスタートとなりました。前期挑戦に絡んでいたメンバーたちに軒並み黒星がつくという波乱のスタートとなっています。続きまして B 級1組ご覧いただきます。近藤七段と羽生九段が連勝スタート、現在昇級圏内となっています。そして B2 からの昇級組、高見七段が2連勝、この3人が連勝スタートとなりました。
あとは1勝1敗が6名、0勝1敗が2名、そして安光九段、大石七段、0勝2敗が2名という形になっています。安光九段、大石七段、ちょっと順位も成績も苦しいスタートになっていますが、果たして残留なるか、それともここから上げて昇級に絡めるか注目です。続きまして B 級2組ご覧いただきます。今のところ屋敷九段、谷川十七世名人、ベテランが引っ張る形となっております。そして及川七段、この3人までが今のところ昇級圏内となっています。屋敷九段は次伊藤匠 AO に勝てば弾みがついて一気に B1 復帰ということになるかもしれません。そして谷川十七世名人は深浦九段、及川七段は北浜八段との対局が決まっています。そして服部六段、古賀六段、伊藤匠 AO、 やはりすごいですね。C1 からの昇級組、そのまま昇級候補に挙げておりましたが、まあ、その予想通りしっかり全員連勝でここまで来ました。4回戦で服部伊藤戦、そして古賀青島戦など潰し合いがありますので、このあたりでどうなるか注目でございます。続きまして C 級1組ご覧いただきます。飯島八段、井上九段、出口六段が今のところ連勝スタートとなります。井上九段はもし昇級であれば全クラス通じて最年少の昇級という形になりますが、どうなるか注目ですね。そして藤本五段は都成七段に敗れまして、まあ、順位も悪くかなり厳しいスタートとなりました。藤井七冠や伊藤叡王もこの C 級1組で頭跳ねを食らっておりますが、藤本五段もそうなってしまうのか、それともここから上げていけるのか注目です。続きまして C 級2組ご覧いただきます。実力者八代七段が連勝スタート、今季こそ昇級なるか注目です。そして佐藤五段、伊藤六段、阿部七段、田中雄一六段、高級点2つ、そして平藤七段、この高級点持っている5名が連勝スタートとなっております。波乱の出だしとなりました。実力者佐々木大地七段や本田六段、そして梶浦七段が1勝1敗スタート、早くも黒星となりました。続きまして棋王戦ご覧いただきます。斉藤五段対広瀬九段、梶浦七段対羽生九段、狩山四段対近藤七段、そして豊島九段対池永三浦戦の勝者という組み合わせになっております。続きまして B ブロックもご覧いただきます。こちら黒田増田戦は増田八段が勝ちまして、次は伊藤叡王対 A 級棋士の増田八段戦となりました。そして上に行きまして渡辺九段対中村八段の A 級対決、沢田斉藤戦勝者対佐藤康光九段、そして高見七段対本田六段と、こういった組み合わせになっております。誰が勝者組決勝行くか楽しみです。続きまして叡王戦九段予選 C ブロックご覧いただきます。天彦九段対屋敷九段、福島九段対谷川十七世名人、行方九段対、この山の勝者となりました。羽生九段は広瀬九段対渡辺九段戦の勝者という、どちらが来ても非常に厳しい山に入っておりますが、果たして勝ち上がれるか注目ですね。続きまして王将リーグご覧いただきたいと思います。1位が前期挑戦者の菅井八段、2位が羽生九段、3位が永瀬九段、4位近藤七段と確定しておりますが、まず二次予選一つ目、広瀬九段が準決勝進出、あと二つでリーグ入りというところまで来ています。そして二次予選二つ目、梶浦七段対天彦九段、玉井戸七段対結城八段で準決勝を行われます。この中の4名のうち誰かがリーグ入りとなります。そして二次予選三つ目、高田五段が杉本五段、そして A 級の稲葉八段を下しまして、リーグ入りまであと1勝となりました。豊島西田戦の勝者と対局という形になります。高田五段もし入れれば初めてのリーグとなりますが、どうなるか注目です。続きまして銀河戦ご覧いただきます。まず A ブロック、小林七段、そして B ブロック伊藤叡王、 C ブロック狩山四段、 D ブロック杉本五段、 E ブロック梶浦七段、この5名が見事決勝トーナメント進出決まっています。 F ブロック森本四段も現在5連勝で、まあ、ほぼほぼ決勝トーナメント進出、95% 以上の確率で、行くと思いますが、まあ、そうですね、実質6人ぐらいが今決まっているという状況です。そして G ブロック、森内九段現在2連勝。森内九段は次、鈴木九段に勝てば決勝トーナメント進出です。H ブロック、西尾七段、谷川十七世名人に敗戦ということで、谷川十七世名人は次、戸辺七段、そしてその次、三浦九段に勝てば3連勝で、決勝トーナメント進出確定となります。
そして森内九段や谷川十七世名人といったベテランが決勝トーナメント進出なるかどうか、そのあたりも注目ですね。続きまして NHK 杯戦ご覧いただきます。佐々木八段対郷田九段、八代七段対大橋七段、小森五段対山彦九段、深浦九段対糸谷八段戦の勝者と菅井八段。右に行きまして藤本五段対稲葉八段、小山四段対谷川十七世名人、そして徳田四段対中村太地八段、羽生九段対近藤七段、この対戦が組まれています。で B ブロック、楽しみな西山女流三冠対藤井七冠戦、おそらく9月頃に対局放送されると思います。そして富田五段対沢田七段、あと安光九段対豊島九段、渡辺明九段対長谷部五段、右に行きまして梶浦七段対広瀬九段、そして永瀬九段対横山七段、斉藤八段対屋敷九段、増田八段対佐々木七段という組み合わせになっています。伊藤叡王は梶浦七段に敗れて姿を消すという形になりました。続きまして新人王戦ご覧いただきます。藤本五段は川村三段に敗れました。川村三段は現在25歳の三段、もし優勝できれば次点が一つ付与されるということで負けられない戦いが続きます。次の相手は広森三段対服部六段戦の勝者となります。右に行きまして上野新人王、連覇をかけて次は狩山四段と対局、そして原天がなんと現在ベスト8まで来ております。次は強敵高田五段戦となりました。アマチュアの優勝なるかどうか、三段の優勝なるかどうか、そのあたりも注目です。続きまして対局数勝ち数ランキングご覧いただきます。藤本五段が21局、そして山崎八段18局、伊藤叡王が16局とこういった形で続いてまして、藤井七冠は15局で現在6位となっております。勝ち数ランキングは藤本五段が13勝、ちょっと藤本五段直近4連敗もありましてあまりいい状態ではありませんが、今のところ対局数勝ち数藤本五段が1位となっています。藤井七冠は10勝という形になりました。続きまして連勝勝率ランキングご覧いただきます。今のところ継続中は出口六段7連勝、出口六段勝率ランキングでも 7-0 で1位となっております。どこまでこの勝率10割をキープできるか注目ですね。続きまして女流タイトル棋戦概要ご覧いただきます。まず女流名人戦は西山女流が4勝0敗、内山女流が3勝1敗、他が早くも2敗以下となりましたので、早くも一騎打ちの様相を呈してまいりました。そして女流王座戦はベスト8決定、山根、加藤桃戦ですね。そして和田明香川戦、室谷磯谷戦、西山宮沢戦という準々決勝の組み合わせになりました。倉敷東華戦も同様に準々決勝、組み合わせ決まってます。その前に室谷女流が見事ベスト4一番乗りとなりました。西山山口戦、伊藤石本戦、中澤上田戦で準々決勝行われます。また女流王将戦も同じく準々決勝、福間女流対内山女流、今井女流対香川女流、渡辺女流対宮沢女流、そして伊藤女流対加藤桃子女流と、そういう組み合わせになっております。白麗戦は福間女流が挑戦、第1局は8月31日に行われます。清麗戦は福間清麗の勝利から加藤挑戦者が1勝返して1勝1敗の対、第3局8月6日に行われます。続きまして三段リーグご覧いただきます。現在遅川口三段が12勝2敗で首位、宮原三段が11勝1敗で、2位というそういう形になっております。で残り4戦という、ごめんなさい、こちら6戦と書いてますが残り4戦ですね。残り4戦となりますので、おそらく今も5敗の方はちょっと厳しいかもしれません。ということで4敗までをまとめてみましたが、山下三段現在8勝4敗、負けられない戦いが続きます。山下三段は3位以内に入れば、高校1年生でプロと、そういう形になりますが、果たしてどうなるか注目です。続きまして八大棋戦概要ご覧いただきます。現在王座戦は永瀬九段が挑戦、9月4日に第1局となります。王位戦は第3局藤井王位の先手番で7月30、31に行われます。そして王将戦、まもなくリーグ入りメンバー決まります。竜王戦現在広瀬佐々木戦で挑戦者決定3番勝負行われておりまして、第1局に関しては現在佐々木勇気八段がはっきりと優勢になりました。評価値でいうと、そうですね、80% ぐらいリード保ち続けております。
して棋王戦決勝トーナメント開始、羽生九段3回戦進出と、そういった形になりました。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。